耳から覚える日本語能力試験語彙トレーニング N1 駅の階段を一気に駆け上がったら息が切れてしまったきっぱりと佐藤さんは鈴木さんからの援助の申し出をきっぱりと断った。 テキパキと母は午前中にテキパキと家事をこなし午後からはパートに行っているだらだらと夏休みは特に何もせずだらだら過ごしてしまったぐずぐずと。 寒い日は布団の中でぐずぐずしていて、なかなか起きられない。悠々と大きな鳥が悠々と空を飛んでいる。いそいそと今日はデートらしく。 姉はおしゃれをしていそいそと出かけていった。とっさに転びそうになり、とっさに手をついて体を支えた。じっくりとすぐに答えを出そうとせず、じっくり考えてみることも大切だ。 おおろろと、母が倒れた時私はおろおろするばかりで何もできなかったままごご、マゴマゴ機械の操作方法が分からずおばあさんがまごまごしているブツブツと。 彼は何やらぶつぶつとつぶやいている。うっとりと彼女はうっとりと音楽に聞き入っていた。ゆったりと長期にわたった出張から帰り、 久しぶりに家でゆったりとくつろいだしみじみじとたまに病気をすると健康のありがたさをしみじみ感じるつくづくづと最近鏡でつくづくと自分の顔を眺め父に似てきたなあと思った。 がっくりと 1>, 1位でゴールしたのに失格と判定され田中選手はがっくりと膝をついたうんざりいくら好きな料理でも毎日食べるとうんざりするてっきり待ち合わせ場所に誰もいなかったので。 てっきり私が場所を間違えたのだと思ったが、実際はみんなが遅刻したのだった。いっそ。こんなに辛い思いをするくらいなら、いっそ死んでしまいたい。きっかりと。高橋さんは約束通り、くじきっかりにやってきた。 調味料をきっちり量って入れる誠<に>ご配慮いただき誠にありがとうございますことに。今年の冬は 例年になく寒いが今晩は琴に冷えるまさにこの絵はまさに彼の最高傑作だひたすら妻は帰ってこない夫をひたすら待ち続けた。 あくまでも、こんなひどい差別に対しては私はあくまで戦うつもりだめっきり、日中はまだ暑いが朝夕はめっきり涼しくなったかろうじてかろうじて予選をパスし 決勝に残ることができたあえて会議で誰も何も言わないのであえて反対意見を述べてみたあわや車はあわや衝突かというところでやっと止まった。 もろに飛んできたボールがもろに顔に当たった。いやにいつもにぎやかな彼女が今日はいやにおとなしい。どうしたのだろう。やけにもう10月だというのに。 今日はやけにいむやみにむやみに人を信じるのはどうかと思うやたらに最近やたらに喉が渇く病気だろうか 何しろ最近寝不足なんです何しろ忙しくてもっぱら休みの日はもっぱら山歩きをしている一応断られるだろうと思ったが 一応頼んでみた一旦交差点では自転車から一旦降りて押して渡らなければならないひとまず父の手術が無事に終わりひとまず安心だ 追って会議の日時と場所は次の通りです詳細は追って連絡します「現にこの頃佐藤さんは集中力に欠けるようだ」「現に今日もつまらないミスをしている」いわば「岩場」「成田空港は いわば日本の玄関だいかに青春時代には誰でも人生いかに生きるべきかと悩んで当然だ一律にアルバイト店員にボーナスとして一律に1万円支給された。 人にはおのおのの役割があるもはや父は具合が悪いのをずっと我慢していて病院へ行った時にはもはや手遅れだったともすればともすると。 人はともすれば楽な方へと流れがちだ依然として台風は依然強い勢力を保ったまま沖縄に近づいてきている漠然と将来のことはまだ漠然としか考えられない。 ましてこの仕事は若い人でも大変なのだからまして老人には無理だろうなおさら抽象的な言葉の多い文章は難しいそれが苦手な分野の文章だとなおさら難しく感じられるひいては我が社の利益が ひいては社会の利益につながる、そんな仕事がしたい。おのずから。今は皆私の言うことを信じないが、事実はおのずから明らかになるだろう。あくる。先週仕事でイギリスに行った。前の晩遅くに到着。あくる日は、 朝九時から会議だった。来たる。来たる十五日、中央公園でフリーマーケットが開かれます。去る。去る七月十日、創立五十周年の式典が行われた。 例の,例の件どうなったええうまくいきましたあり,とあ,らゆるありとあらゆる方法を試してみたがうまくいかなかった